皆さんこんばんは日本語教師のえりこです涼しくなって外出が楽しくなる時期ですね私はこの間台風の次の日に犬の散歩に行ったついでにカフェのテラス席で美味しいケーキを食べてたんですけどジャケットが必要な涼しさでしたもう半袖を着ている人が少なくなってきました海外に住んでいる人は そろそろ日本の紅葉を見るためにいつ頃の飛行機を予約したらいいんだろうかと考え始める時期ですね日本の紅葉はだいたい9月の下旬から11月の下旬に見られるんですけどどこで紅葉を見るかによって時期は変わりますよね日本は南北に長い国ですし山も多いので 同じ時期でも全然気温が違ったりするんですですから9月の下旬の今頃だと北海道の山々ではもう紅葉が見られるとのことです私が住んでいる関西地方は町の中では多分10月の下旬あたりからかなと思いますこれは桜と同じで毎年読めないんですよね 読めるというのは本が読めるとか漢字が読めるという意味とは違って分かる理解ができるという意味です例えば人の心は簡単に読めないとかお客さんのの行動を読むようにするのよううににすす。る、使いますさて私は2016年に会社勤めを辞めてから通勤というものがなくなったんですねだから、 朝外に行くことがほとんどないので外の気温を知らないことが多いんです皆さんもリモートワークを始めて会社やお店に出勤しなくてもいいので出勤時間がゼロになってコートやジャケットを着ることも少なくなって靴さえ履かない日もありませんでしたか生きていると少し前まで想像できなかったことが現実になるということが 何度もありますよね私が子どもの時はコンピューターはうちはおろか会社にもなかったし電話といえば家で線につながれている電話だったし自動運転してくれる車だなんて「SF 映画のの世界の話でした何々はおろか」の文法は先日 YouTube のライブ配信で皆さんと勉強しましたよね。 A はもも、ちろん、さらに B もという意味です。詳しく使い方が知りたい方は後でライブレッスンの動画を見てくださいね今ではテクノロジーの発展のおかげで私たちの当たり前はどんどん変化してきていますもちろんそれに伴って価値観も変わってきていますよね「何々に伴っては」は JLPT-N2 の文法で A が変化すると B も一緒に変化するという意味ですね。このように当たり前がどんどん変化していくのを皆さんも肌で感じていると思います。肌で感じるというのは実際に体験したり詳しく知って現実的なものとして感じることです。ということは今夢みたいな話だと思っていることが 数年後か数十年後には当たり前になる可能性が高いということですよね皆さんにとって夢みたいだけど将来本当になったらいいなと思うものがありますか私はドラえもんの大ファンなので子供の頃からどこでもドアが実際に作られたらいいなと思っていますドアを開けたら どこでも行きたいところにすぐに行けるっていうのは私たちの永遠の夢ですよね。新幹線や飛行機はそのの発展途上にある乗り物なのかなかと思いますあとは価値観のことで言えば人生で限られた時間をどのように使っていくのかとか何を優先して生きていくべきなのかをもっと若い時から考えるようになるんじゃないかなと思います。 皆さんは5年後10年後50年後100年後ってどんな生活や価値観が当たり前になっているのか想像したことがありますか実は私は子どもの頃によく将来は環境が乱れて空気が汚染されたり太陽からの紫外線が強くなりすぎたりして宇宙服みたいなのを着なければ 外出ができなくなるのではと心配していたんですそうしたら数年前にコロナウイルスから身を守るために防護服を着ている人がテレビに映っていては、子供の頃こんな感じの服を想像していたなぁと思い出しましたよく想像できる範囲のことは大抵可能だって言いますよねそれならせっかくですから ポジティブなことを想像してそれが将来実現するのをワクワクして待ちたいですよね例えばどこでもドアのように皆さんは今まだ夢みたいな話だと思ってるけれど実現してほしいことはありますかもしよかったらメッセージで教えてくださいそれでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました 次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。